どうぞ。あ、赤だね。そっちは赤です。こっちは青です。はい。木。一枚。木。あの、杉。はい。杉やない。はい。1個目から1枚は勝負しなさすぎやな。いきます。キロ2枚。キロ？キロ。キロ、はい。なんだろう。キロ？キロ。帰る道ですよね。いや、違う。単位のキロ。あ、単位のキロ。はい。K。K、はい。青です。体重？体重は、ちょっと体重は赤です。はい。まあ、ここはしょうがない。攻めたから。で、ちょっと今自分で、キロ、単位のキロっていうヒントの出し方は、本当は説明としてもあかんかったかな。多めに見てください。はい。じゃあ、とりあえず交代です。はい。動物。1枚イルカ確実に行こうと出るけど1枚ずつやったら負けちゃうじゃん負けちゃうよいや今回の難しいはい、じゃあこうやっていきます台所3枚台所3枚はい包丁はい包丁青です。はい。台所。あとは、積分。偶然ですけど青です。はい。はい。じゃあ交代です。女性2枚。ピアノ。ピアノ市民です。はい、交代します。果物2枚。バナナ。はい、バナナ青です。みかん。みかん、はい、青です。はい、交代です。このヒント大丈夫か。口の前。あ、口の前やからあかん。あかんか。うん。あかんかって。な、ごめんなさい。いや、全然ええんやけど。前。前。前、はい。に？真ん中のことを言うてんの？今何って言ったあ、ヒントですかうん前で何枚 2枚前で2枚で、はいで、答えが E は、はい、赤です、L 青ですああなんか攻めて勝ちたいものすごく攻撃的に勝ちたいけれど思い浮かば関東1枚関東1枚横浜はい横浜青ですリーチですということで、そっちは、6枚抜かなきゃ勝てませんまあ一応ゲーム展開言うならこれ多分確実に勝ち確ですこっち次ターン回ってきたら残り1枚なんで確実なヒント出して終わるんで何でもいいから強引に6枚って言うて適当でもいいから狙うしかないっていう状況ですはい物6枚
来た。じゃあ分からへん。もの6枚、はい。もの。カバン。カバン、はい、赤です。これ逆転されたら嫌やろな。6枚じゃないか、5枚か。あ、ごめんなさい、6枚じゃない、5枚で勝ちないな、はい。レンガ。レンガ、はい、赤です。すごい。あと3枚か、そっちを。酸素？酸素市民です。はあ。はい。なんだろう。いや、まあこれはしょうがないやろ。はい、じゃあいくよ。ボルト1枚。電圧。はい、青の勝ちです。電圧青です。今回こういう配置です。前はいいヒントやったんよな。だって今回赤難しい。いや青も難しいよ。青もみかんバナナあってたまたまで包丁とか台所入れたけど、横浜と積分と電圧の共通項なんか俺分からへん。で、それキロボルトって言うてしまえば K と電圧片付いたんやとか思ったんやけどな、後で思った。うん。うん、だからあの前の時にあの E と真ん中 の, あの M の紳士音が取れたらちょっと、うん、その、うん、その狙いでした、うん、前だそう、あの攻めてる側、ああいい質問や思って L 行ったか思ってなんか前かなみたいな、いや L も確かに前の方ではあるけれど、もっと前があったから、うん、前から2枚って考えたらこっち2枚やったから、あ、絶妙のヒントやなとか思って見てたんやけど、うん、ね、M の方が前だもんね、うん、あれ、うち積分何の時に取ったんだっけ。台所です。台所です。なんで台所で積分になったの。いや、なんかその前にキロって言ってたんで、なんか台所でバナナとか自信なくて、あ、積分だな、多分合ってると思って。あ、もっと調理とかの方が良かったか。あの台所にしたら台所にありそうなもんで、包丁以外にみかんとバナナいける、果物2枚じゃなくて包丁も置けて3ついけるなと思ってやったんやけど、だから積分が取れると思う。積分はむしろラッキーやったよ。積分そのもののヒント出してもすごい大変やん。うん、俺も積分で思いつくので面積とかしか出てけない。面積でもし出てけへんかったら、あとどうすりゃ積分のヒント出せんの、難しいとか言うしかないよ。ということで、このゲームは、こっちの3連勝で終わりました。